はい、どうも、まこです。今回のテーマはですね、サンダーボルトというテーマでやっていこうかなというふうに思います。今日はですね、ちょっと医療のお話をね、引き続きやっていたんですけれども、前回の動画等でですね。で、もうちょっとね、医療機関が全然見つかりませんので、ね、題してですね、僕を診察いただける近場のですね、精神科および心療内科を募集させていただこうかなっていうふうに思っております。いやね、たましにね、前もね、小さめのやや心療内科っていうか、に電話したんですよね。そしたら、初診がね、7月になりますって言われて。え？ 7 月？っていうふうに思うんですよね。ちょっと小さめなんで、空いてるのかなっていうふうに思ったんですけど、7月って、おいおい、3ヶ月後やんっていうふうに思って、ね、いや、ちょっとこれはありえへんやろっていうふうに思いまして、なので、ちゃんとしたね、まともな、心療内科および精神科の方にですね、現地でしっかりとね、診察、診断をね、させていただきたいなっていうふうには僕は思っていますので、僕はね、自分の健康を回復させたいなっていうふうに感じていますので、まだまだやっぱ体調が悪い時とかあったりするんでね、ぜひですね、悪いことはっていうですね、お医者様がいらっしゃいましたら、ご連絡をいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ね、以前も医療のね、ライブ放送をしたんですけれども、やっぱ中には患者をね、犠牲にして、要は悪徳商法みたいな感じで儲ける医者がね、中にはやっぱそこそこいるとは思うんですよ。医療の業界って若干ブラックなところがあったりするとは思うので、ね、そういう話も結構聞いたりはするんですけど、やっぱそういうちゃんとした医療機関の見極めっていうのは、自分のね、やっぱ健康回復っていうか、今よりやっぱより良いものにしていきたいわけじゃないですか。ね。患者の方からの視点からすると。だから、そういう見極めっていうのはちゃんとしていった方がいいかなっていうふうに感じます。ね。で、よくわからないんですけど、インターネットとかでもそうなんですけど、頼んでもないのに、要は医療行為みたいな感じで、直接ね、伝えてこずに、間接的にそういう指示みたいなアドバイスを伝えてきて、ようわからないんですけどね、洗脳みたいな感じをする、悪徳な違法行為を行う医者とかもいるんでね、僕はね、こちら側は全くね、同意というかね、お願いもしてないのに、要は押し付けっていうかね、そういうのを間接的に行う、違法行為を行う医者とかもいるので、ちょっとそういうのは気をつけたいなっていうふうに思いますね。皆さんもですね、そういうのも中にはいるんで、ぜひですね、気をつけていただきたいなというふうに思います。全員が全員ね、そういう方たちではないとは僕は思っているので、中にはやっぱそういう悪徳なね、よくわからない医療行為ではなく、こう、マルチ商法というかですね、カルト教団的な、そういう麻原彰晃みたいなね、テロリストみたいなのがいるんで、ぜひですね、皆さんも気をつけていただきたいなっていうふうに思います。そういうのはよくわからない嫌がらせであったりとか、そういうのを挟みつつね、やっぱそういう嘘であったりとか、そういう詐欺師的な行為を行わないと幸福感を満たせない方たちなのかなっていうふうには感じるので、そういうね、ゲルみたいなわけのわからんね、そういうマルチ商法的なカルト教団の中にやっぱ入り込んで、やっぱ裏で結構違法行為というか犯罪行為を行っていると思うので、ぜひですね、そういうのを出くわしたら皆さん気をつけていただきたいなっていうふうに思います。よくわからないんですね。よくいるんですよね。インターネットとかでもそうなんですけど、例えば、患者の方とかでね、この人がそういう体験談っていうか、そういう体験をしましたよとか、みたいな感じのことだったら、まだしもわかるんですよね。ただ、しかも、それをね、同意をしたかのように見せかけるっていうこと自体も、明らかにもう詐欺師なんで、そういうの結構 SNS とか見てたらね、いるんですけどね、あれ、何なんですかね、ちょっとね、お笑いかなんかなんかなって思うんですけど、僕、見ててちょっとすごく面白いんですけどね。皆さんこれを聞いてね、どう感じますかね。なかなかね、僕、そういう医療を、受けれないっていうか、歯医者とか、その他の医療機関は受けれたんですけど、その精神科だけ全然受けれてない状況なんですよね。要は、何かね、陰謀的なものであったりとか、そういうものあるかもしれないんですけど、明らかに差別的な行為がもしあるのであればね、やめていただきたいなっていうふうに感じますね。そういう
悪徳なものはね、正直なところあんまり僕関わりたくないんで、なんかそういうわけのわからんね、なんか洗脳じみた医療ではなく、ただのなんかネットワークビジネスやんと思うんですけどね。いや、なんか文字で診察とかね、聞いたことないわっていう風に感じるんですけどね。まあ中にはね、そういうわけのわからん医者とかをね、まあ出くわすことがあるとは思うんですけどね。まあきっちりとこう現地でね、まあ顔を見て対面でね、お話をして診察を受けるっていうのが真っ当な医療の方法かなっていうのは感じますので、ね、まあ、なんかちょっとよくわからないんですけどね、わけのわからんそういうやつがいるんでね、まあ、ちょっと気をつけたいなっていうふうに思います。なんかこうよくわからない、まあ、生活保護だからか、まあ僕だからかちょっとよくわからないんですけどね、まあ、そういうのが常識的に違法行為がまかり通ってるっていうこと自体がもう大問題っていうか社会問題かなっていうふうに僕は感じるので、そこのところね、なんかもうちょっとこう変わっていけばいいかなっていうふうには感じます。なのでですね、まあ、今回はちょっと医療機関をですね募集ということで、ちゃんとしたね、まともな医療機関に、ね、普通にね、診察を受けるだけで構いませんので、ぜひともよろしくお願いいたします。まあ、全てが全てそういうね、医療機関ではないと僕は思っていますので、まあ、これはあんまりこの、まあ、この募集に関してはあんまり期待はしてないんですけど、引き続き自分でもね、医療機関をまあ探したいなっていうふうには感じますので、ぜひともですね、応援いただけると嬉しいです。いやー、なんか患者のね、ことを本当に思ってんのかなっていうふうに思うときあるんですよね。なんかただ、自分の指示通りに動かせたいだけの、よくわからないね、医療機関とかもいるんで、ね、ちょっとね、これはどうなのかなっていうふうに思うんですけどね。ということでね、まあ、今日はちょっとね、そういう変なのに、やっぱ出くわすことが多々ありますよっていう感じでね、まあ、注意喚起を込めて、動画をお伝えさせていただきました。まあ、皆さんですね、まあ、患者の方とかも多くいらっしゃるとは思うんですけれども、この動画に対してね、まあ、もしご意見、ご感想などありましたらですね、ぜひいただけると嬉しいので、よろしくお願いいたします。ね。なんかこう、要は患者をね、まあ、存在に扱うっていうか、そういう医療行為って、まあ、あんまり僕はよろしくないかなっていうふうには感じているので、頼んでもないのによくわからないそういう医療行為の押し付けみたいなのも、まあ、よくインターネットとかでも散見されますので、ね、そういうのを見つけたらちょっと気をつけた方がいいかなっていうふうには感じます。ということで今回はこの辺にしておきます。この動画では僕の日々の体験談を動画として投稿しております。応援いただけると嬉しいのでよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、バイビー。